Peggy 12. エースコンバットアサルトホライゾンのプロデューサーとディレクターのコーンです。エースコンバットアサルトホライゾンはエースコンバット7ではないっていうところが非常に重要です。エースコンバットシリーズもう発売以来15年以上ですか、経っているんですが、本当のシステムっていうことは変わっていないんです。で、今回7という称号を取っていないのは、ここからエースコンバットシリーズが新しく生まれ変わるためなんです。リバース、すべてを変える、エースコンバットシリーズはもう時代に合わない部分が出てきてしまった。それを認めて新しく作り直すということが必要でした。今までのシリーズの延長ではありません。全く新しいアクションシューティングとして生まれ変わった、皆さんに自信を持って確信を持ってお届けすることができる新しいエースコンバットです。ここには我々が開発したクロスレンジアサルトというコアゲームシステム、これがあります。今までのエースコンバットっていうのは、遠くからミサイルを撃って遠くで当たっていつも遠距離のゲーム、そういう印象もあったかもしれないんですが、今回はすごいスピードで敵を追い詰めていき、バルカンやミサイルで撃ち尽くして敵を破壊する、全く新鮮でエキサイティングでスリリングなエースコンバット、それを体験していただくコアテクノロジー、我々の大きな発明だと確信しています。赤いの表現なんですが、クロスレンジアサルトによってプレイヤーがガンとミサイルでコミュニケーションをした敵、この敵を撃てば金が戻る、に人体表現と一緒ですよね。オイルは血です。血刺激が飛び散りバラバラになってぐちゃぐちゃに、時には機械のゴア表現というか、その破壊のカタルシスというところを我々は今回スティールカーネージという形でプレゼンテーションします。このアクション性が豊かなシステムにプレイヤーがダイレクトにアプローチする必要があるんです。で、我々は操作系統をゼロから全て見直しました。非常にエキサイティングにダイレクトに直感的に遊べる操作系統になっています。もちろん操作系統の見直しっていうのもあったんですが、今回カメラが非常に大きな役割を果たしています。操作系統と新しいカメラが一体になってクロスレンジアサルトにダイレクトにアプローチする、全ての仕組みがうまく噛み合って機能しているからこそ、アサルトホライゾンは全く新しいエースコンバット、そう言えます。それは今の FPS や TPS とも違うハイスピードデストラクションの全く新しいタイプです。